はい、どうも皆さん、こんにちは。TI からのプライスと申します。今回の動画の話題なんですけども、シーズン12ではですね、様々な追加コンテンツっていうのが今回予定されております。で、今回の本当に大目玉のですね、新コンテンツは、マット・マギーの新キャラ登場なんですけども、まあ、それ以外にもですね、まあ、忘れてはならないのが、新ホップアップの追加なんですね。で、今回はこの新ホップアップ、キネティックフィーダーは、果たしてどれほど強いのかっていうのをですね、まあ、現在ですね、この概要っていうのが判明しておりますので、まあ、実際に射撃演習場でですね、まあ、どんな感じだったら強いのか、そういった様々な詳細な情報をもとにですね、こちら動画で解説していければと思います。はい。でね、まあ、今回のですね、まあ、この新ホップアップキネティックフィーダー、ちょっとこれさすがに強いのか弱いのか、まだまだ全然わからないって方もしいましたらね、ぜひとも高評価のほどよろしくお願いいたします。はい。ではまず前から話していきましょう。で、今回 APEX のシーズン12で追加されるコンテンツは大まかに新キャラのみとなっているんですけども、忘れてはならないのが先ほども言ったように新しいホップアップの存在であるんですね。で、このシーズン12のアップデートではホップアップの大幅変更が様々報告されておりまして、で、ハンマーポイントの追加だったりとか、あとシャッターキャップの事実上の強化など注目すべきポイントっていうのがかなり存在するんですね。で、そして今回新たに追加される新ホップアップについて、これは果たしてどれほどの威力を発揮するのか、この性能値をね、踏まえながらこちらで、ね、詳細を解説していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしました、新ホップアップはどのように活躍するのか、今回はね、シンプルなんですけども、こちらのタイトルでお送りしていこうと思います。よろしくお願いいたします。ではまず一つ目、このキネティックフィーダーのね、詳細に関してお話していきましょう。で、このホップアップはですね、ピースキーパーと取り手の2つのみにしか装着することはできず、その性能としてはですね、どういった性能かって言いますと、スライディングに入った際に弾を1発ずつ補充するという今までのホップアップの中でかなり地味な性能であるんですね。そのため、これまで登場してきたホップアップの中では、とりわけ注目度が高いというわけではなくてですね、まあどちらかというと、ハンマーポイントの方が現在脚光を浴びているような状況であるんですね。では、果たしてこのキネティックフィーダーはどのような局面で役立ち、どのような強みがあるのか、今回はね、これについても解説していこうと思います。で、こちらに関してなんですけどね、まあこのキネティックフィーダーどんくらい強いのか正直わからない、もしくはね、これちょっと弱いんじゃないかとか、まあそういったね、様々な意見何かございましたら、ぜひともね、コメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。はい。では次に2つ目、果たしてこれは本当に強いのか、こちらに関してはね、話していきましょう。はい、じゃあ実際にね、このキネティックローダーじゃない、キネティックフィーダーは果たして本当に強いかどうかって話をしていきましょう。で、これちょっと余談になってしまうんですけども、APEX のホップアップって枠が限られているんですね。で、今回シャッターキャップがアップデートされるということは、おそらくシャッターキャップに関しては削除されないんですよ。しかしシーズン12になったら、このブーステッドローダーか、それともターボチャージャーか、あともう一つ、デッドアイステンポ、このどれかが削除されて、で、その代わりに、今回のキネティックフィーダーと、あと、ハンマーポイントが追加される可能性があるんですね。だから、まあ、この3つのうち2つが今回確定で削除されてしまうんですね。だからね、まあ、もしね、こちらに関してもですね、これターボチャージャーだけは削除してほしくないとかね、また逆にブーステッドローダーだけは残してほしいとかね、まあ、そういった何か意見ございましたらね、ぜひともコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。はい。でね、実際にじゃあ、このキネティックフィーダーは強いかどうかっていう話をしていくんですけども、僕が思うにですね、これスライディング中にどれくらいのディレイを置いてこれがリロードされ始めるかによって大きくこの、ね、強さっていうのは変わってきます。で、例えばですね、このピースキーパーの場合だと、やっぱりスライディングするってなってもですね、坂道とかじゃないと長いスライディング時間って起きないんですね。だからそういった意味では、もしね、例えばスライディング、ここからスライディングします。ここからだいたい1秒くらいのディレイを置いてもしリロードされ始めるんだとしたら、それは相当弱いです。なぜかって言いますと、例えばインファイトしてる最中に結構こんな感じでスライディングすると思うんですけども、このスライディングして1秒のディレイがあったら、おそらくね、リロードされ始めないと思うんですよ、スライディング中に。だからまずこの必須条件で強いと言えるためにはですね、まずこのディレイがほとんどゼロに近いことなんですね。要するに、これピースキーパーだったらスライディングしてこの瞬間から、リロードが、例えばですね、これ現在2発なんですけども、ここからスライディングした瞬間に3、4、5という感じで、これリロードが始まらなきゃいけないんですね。またインファイト中にですね、こんな感じでスライディングする機会ってかなりあると思うんですけども、このスライディングの瞬間って結構短いんですよ、こんな感じで。で、やっぱりスライディングジャンプとかも合わせてキャラコンも付け加えた上で、このインファイトっていうのは、こちらでね、発生します。だからそういった点においてはですね、まずこのスライディングしてる秒数が短いとですね、前段がリロードされない可能性もあるんですよ。だから、まあ、これのね、リロードされる速度っていうのも、キネティックフィーダーの、この、ね、強さっていうのを、分けます。だから例えばこれね、スライディングし始めました1、2、3とかだったら全然遅いんですよ、これリロード。だから、これスライディングしてるこの一瞬で
1,2,3,4 くらいな感じで、リロードが、完了されないとですね、キネティックフィーダーは強いとは言えないでしょう。ただこれ実際にじゃあどれくらいの強さかっていうのはまだ一切判明していないので、今回はあくまでこれくらいの性能値だったら強いけど、これくらいの性能値だったら明らかに弱いよねっていう話をしてまいりました。はい。ただね、まあぶっちゃけ言うと、これインファイト中にスライディングなんて全然しないんですよ、ぶっちゃけ。で、例えばトリプルテイクだったらこんな感じでペシペシしますので、だからね、まあ、これだったら全然こんな感じでスライディングしてる最中にリロードされてもね、まあ、もしそれが速度が遅くても何ら問題はないでしょう。しかしピースキーパーはどうなるの？ピースキーパーはもうインファイトでしか逆に使わないじゃないですか。で、そうなった時にピースキーパーで、ね、このディレイがあったりとか、あとこのね、誘導速度が遅い。これだとね、まあ存在価値が果たしてあるのか。それだったら、全然ね、ピースキーパーのこのリロードでいいじゃんっていうね、まあそういった意見も全然出てくると思うんですよ。だからね、まあこのキネティックフィーダー、これね、リロード速度とディレイ時間によって全然勝敗が分かれます。だからね、まあこの、ね、キネティックフィーダーもし実装されるとなったらですね、こちらですね、ディレイとこのリロード速度どちらともね、まあいい感じの塩梅になった上で、こちらね、シーズン順位で実装されることを願っておりますっていう話でした。はい。といった感じで今回の動画は以上となります。もしこちらの動画ね、参考になった方、面白かったという方いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。そうだな、こっちの方に、ああ出た、あこれ多分来るかも。こっち後ろは切れた。プレ終わった。いやーダメか。はい、ゆっくり行きましょう。ウルトもあるんで僕ら。あ、来た。一人青シールド。結構固まってるね。一人、二人割ってる。もう一人、もう一人割った。だいぶ厳しそう、あいつら。マジで厳しそう。あ、オッケー。音もしないから。そこグレー一個入れるよ。来てるよ。この間。危ねえ。あの上のパーティー、多分やれる。ここ隙間打って隙間。オッケー。これちょっと前出てるよ。俺ら強いそこ。だいぶ当たった。あと62か。あやばい、弾がね。逆に上側まで取る一個、これ上側取れる、上側取れる。あそう。ここいる。オッケー。ここ頭出し強い。もうオッケーオッケー。ここも強い。うわライこれ。なんだこの2倍とかいう。ホビングは。上と下別ね、そこ、釣り。オッケーオッケーオッケー。後ろの頭出しいるよ、俺。分かるかい？一回、それ。ワンも行くね。何人か分かる？オッケー、進化した。でもね、いや、二人、青と、紫、二人だったと思う。青と紫、赤と紫。空爆右ワンチャン辛そうだから、炊いてもいいかも。だって、でもあの岩出てから、あの岩が外れてから。あ、ごめん。あ、いいや。伝わった。3部隊。でも、ここ強い。ここまで上まで抑えるわ、俺ちょっと。オッケー。右ジルジルジル。結構来てる。ドームタク。ナイスオブ。めっちゃ荒れてるそこ。目前。グレーレル。グレーレル。ここね。ナイス。右上がってくよ俺。これやった。ワンパー終わった。右割り。あと正面。あこれ割れてるわ。ほぼ割れてるこいつ。いやごめん。きつい。終わった。いや3人いるわ。いやドメ。いやー、ジェン、やばいって。ちょっと俺一人でも下の方、下の、スリーサのサイト絡んで、ワンチャンやってもよかったなぁ。まあ。ナイツ2。まあ、2とりあえず。見切るか。まあ。